はい、今回の EV テストはシトロエンの EC4 です。プジョー、シトロエン、DS オートモビルズの、3ブランドはこうハードウェアはね、結構共有してますけれども、ですのでプジョー E208 と DS3 クロスバックの E10 と、まあ基本的なパワートレインは一緒ですね。で、まあプラットフォームも共通だと思うんですけれども、この C4 だけ少し大きめですね、ボディサイズが。で、それで何がいいかっていうと、全長がちょっと長くて、全幅もまあまああります。1800ミリですかね。で、前高はちょっと低いんですね。ですんで、フォルムがまずかっこいいですね。かなりワイドアンドローに見えるし、まああとデザインのディテールとかそういうところもですね、まあ DS の方がもっともっとアバンギャルドで、どっちかというとぶっ飛んだというか、かなり気を照らったデザインという感じがしますが、シトロエンはそこまでいってないんだけれども、でも結構個性があって、かっこいいなと思っています。なんかね、今日、この撮影のスタッフもみんな、後ろから見せてもかっこよかったです、みたいな感じで、結構気に入ってます。それと、まあ、パワートレイン的にはですね、まあ、E208 とかと変わらないです。バッテリーの容量も 50kWh ですし、モーターなんかも一緒なので、ある程度乗り味は似てるんですけれども、シャシーはやっぱり少し大きいということもあって、動きがなんかちょっとゆったりしてる。だから、今日は高速道路だけ今は走ってきた段階ですけれども、乗り心地がね、これまた結構いいんですね。まあそんなに高い贅沢な車ではないんで、例えばエアサスとか可変ダンパーとかそういうものは使ってないんで、非常にこうコンベンショナルなものなんですけれども、かなり乗り心地が良くて、まあ快適な車だなと思っています。まあこの後いろいろもう少し違うステージで走ってみて、さらに C4 の魅力を探していきたいと思います。はい、シトロエン EC4 です。この EV テストって1日に2台ずつ連れ出していくんですね。相方というかもう1台が BMW の iX だったんですけれども、まあ、iX は非常にね、高価ですし、すごく新しくて、まあ、BMW の EV の、フラッグシップモデルですから、まあ、相当高品質というか上質で、いいんですよ。だから、それに比べると、まあ、値段は半分以下ですね。全然半分以下ですよね。なので、こっちががっかりしちゃったら困るな、とか思いながら乗ってたんですけれども、いや、全然ね、快適性とか静粛性とか、もちろんこのカテゴリーの車として非常に満足度高いなと思いました。プジョーと、DS に比べると、もうちょっとやはり少し大きいので、乗り心地がさらによく感じましたね。ちゃんと比較して乗ってないんで記憶の中だけなんですけれども、これが一番もしかしたら快適かもしれないなというぐらい、ちょっとシトロエンっぽいふんわり感もありつつ、まあしっかりもしていて、いい感じでしたね。まあ iX なんかは本当に、あ、なんか未来の車だっていう感じがするんですけれども、そこまではなくて、意外とこう普通に乗れちゃうなっていう感覚の強い車ですから、本当にこのプジョーをDS 含め、このシトロエンも含めて、
3ブランドのこの EV は結構手を出しやすいというかね、値段とか 50kWh っていうバッテリー容量とか非常にバランスが良くて、まあ本当初めての EV としても結構お勧めできるかなというふうに思います。まあ3つの個性があって、そこからブランドが選べるっていうのも、なかなか興味深いなと思います。